いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ、バーテンダーのジュンです。今日も早速カクテルを作っていきたいと思います。まあ、結構ね、知り合いの方とかにもちょっとチャンネル登録とかしてもらったりとか、まあ、僕自身もですね、こんな YouTube やってるんでっていうことを言ってはいるんですけど、皆さん大体口揃えて言われるのがですね、毎日やるのはいいんだけどもと、カクテル365個もあるんですかとやっぱ言われるんで、まあ、いつも僕は言ってるんですけど、まあありますと、まあ、普通にあるんですけども、まあ実際オリジナルとかも入れたらですね、カクテルが本当に無限に作れてしまいますので、まあそこはぜひぜひ楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、カクテルのね、意味っていうのも、もともとカクテルっていうのはまあ何かと何か、まあ、お酒と、まあ、ジュースとか、まあ、お酒とお酒とか、まあ、そういったものも掛け合わせて、まあ作ることで、まあ、カクテルと、言いますので、まあ、皆さんがよく飲むね、まあ、ハイボールとか、まあ、ああいったものも当然カクテルの一つに分類されますので、まあ、そういったものも、いろいろと合わせていくと、もしくはちょっとこう材料をちょこっと変えるだけで全く別のカクテルになりますので、まあ、今後はですね、まあ、オリジナルとかも含めて、アップしていければいいかなと思ってます。ただまあ一時、まあ、普通に皆さんが目にするようなものだったりとか、まあ、カクテルブックとかにも載っているもの、ただちょっと見た目だと分かりづらい、写真だと分かりづらいものをまあ動画で、まあ、こういうふうに作るんですよというのを見せていければいいかなと思ってますので、まだまだ、まあ、やっとね1月もまあ半分過ぎましたけども、まあ、まだまだ先は長いのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは今日作っていきたい、カクテルなんですけども、今回スロージンという、リキュールを使ったカクテル、スロードライバーというものを作っていきます。スロージンっていうとね、皆さんジンの仲間だと思われがちですけど、まあ、全く別物で、まあ、果実系リキュールの一つになりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでは早速作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは作っていきたいと思います。で、今回使うリキュールはこちらですね。これ見ますかね、スロージンっていうですねリキュールになります。先ほどもお話した通り、これはあのジンって名前をつきますけど、別にジンの一種ではないです。まあ、こちらがプラムのリキュールになりますね。まあ、色も紫色、まあ、紫までいきませんけど、まあ、ちょっとそういった、まあ、ちょっとだけまあ暗い、まあ、赤の黒いって感じですかね。ちょっと言い方が良くないですね。まあまあ、ジュースとかソーダとかで割ることが多いんですけども、それで割ると色はすごく綺麗な色になりますので、ぜひぜひお楽しみいただきたいと思います。そして合わせていくのがこちらオレンジですね。こちらのオレンジジュースと割っていく。名前を聞いて、まあ、ひょっとするとピンと、来た方もいらっしゃるかもしれませんけど、要は、ウォッカのオレンジジュースでフルアップしたもの、あのスクリュードライバーですね、それのスロージン版だと思っていただけたらいいと思います。なので名前も、スロードライバーですねになります。では早速作っていきたいと思います。今回使うグラスはこういった、まあ、ロンググラスではなくちょっとこう横長の、まあ、竹の短いグラスを使っていきたいと思います。いつも通り氷を入れていきますね。氷を入れておきます。そしてこちらにスロージンを60ミリですね、気持ちちょっと多めに、そしてこちらをちゃんと水で洗いまして、これを100円ショップの絞り器で絞っていきます。ギュッとね、よいしょよいしょ。まあ果物によってはなかなかジュースが出てこないっていうものもありますので、そうなってくると結構こう果物を選ぶのも楽しくなってきたりしますので、ぜひぜひ自分のね感覚を
磨いていたけど、あ、これちょっとジュースがいっぱい出そうだなとか、そういったものを選ぶ、感覚をね、持ってもらえればいいんじゃないかなと思います。たまにね、果物も全然、まあ、言い方悪いですとカピカピな、っていうのもありますんでね、ぜひぜひ選んで、いい果物を選べるようになってもらえればなと思います。さて、こちらでジュースが入るわけですけども、もしも果肉がちょっと入るのがちょっと気持ち悪くて苦手なんですっていう方がいらっしゃいましたらですね、こういう茶こしですね、これ使ってもらっても全然いいです。今日ちょっとこの茶こしを使っていきたいと思います。これをここに乗っけてとろーっと流していくだけで、まあ、ろ過されていくっていうイメージですね。そしてこしていく。こうするとですね、まあ、果肉が入らない本当にジュースだけっていう形で作れますので、まあ、飲みやすかったりもしますんでね、いいんじゃないかなと思います。もちろん果肉が入った方がいいという方もそのまま使っていただいて結構です。グレープフルーツとかだとね、種が入るのが嫌っていう方もいらっしゃるので、まあ、そういった場合はこの方法を使ってもらえばいいんじゃないかなと思いますね。で、最後に混ぜます。はい、ではこちらで、完成になります。ちょっとこことかしましょうかね。でこちらで、スロードライバーの完成ですね。まあ、果実系のリキュールの中ではどちらかというと、まあ、甘酸っぱい分類に入りますので、ただただこう甘い、甘ったるというと言葉は悪いですけども、甘いカクテルよりはちょっとさっぱりした方が好きですっていう方は、まあ、こういったスロージンとかを使われたら結構飲みやすくて、まあ、お気に召していただけるんじゃないかなと思います。それでは、本日はこちらで終了したいと思います。本日もありがとうございました。また明日、カクテル動画で会いたいと思います。それでは失礼いたします。